区舞鶴生まれのバーチャル博多っ子舞鶴よかとです。そしてはい、そのスタッフのメガネです。いや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 、新年明けましておめでとうございます。よかとプロジェクト今年初めての動画ですよ。お、え、メガネくんとしっかり動画やるの初めてやないですか。はい、実は初めてなんですよね。やった、嬉しい。よかった。イエーイ。今日何すっと。本日は1月10日です。はい、1月10日は何の日ですか。よかとにそんな愚問をぶつけてくるなんて。ほう、明太子の日です。イエーイ。いや、当たった時のテンション低。これ僕結構上げてるつもりなんですけど。あ、上げてたのね。ごめん、よかとがテンション高いだけね。そうね、あの1月10日は福屋の創業者の川原さんが明太子を日本で初めて販売した日なんです。そう、よかとが大好きな福屋さんね。え、で、そうよ、今日明太子の日よ。そうなんですよ、明太子の日なんですよ。やったね。食べる、はい、買いに行く。よかとさん、うん、買いに行かなくていいんです。福屋さんから明太子をいただいております。ま？まです。そういうサプライズ。はい、なんとですね、福屋さんから、こちらいただいております。うわー、すげー。え、嘘、福屋さん本当に、え、ありがとうございます。え、呼ぼ、食べようよ。え、よかとさん、ただで食べれると思ってらっしゃるんですか。もしかしてあれですか、ちゃんとお金を金銭を支払いして。それただのお客さんじゃないですか。お客さんじゃないんですか。チューブが見えてるの分かりますかね。粒チューブよ。そうです、もうお土産の定番体。明太子が粒状のまま、はい、チューブに入って、はい、これだけすぐかきって食べられるみたいなね。そう、よかと大好き、粒チューブ。福屋さんの大人気商品なんですけれども、全7種類ありまして。多いね。せっかくなんで、うん、キキチューブをやっていただこうと思いまして。何味か当てるってこと。そうです、何味か当てていただくって。あーね、楽しそう。やろやろ、よかと早く食べたい。とにかくとにかく一刻も早く食べたい。まあちょっと一旦落ち着いていただいて。食べたいよ、食べたい食べたい、明太子食べたい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 。はい、よかとさんが静かになるまで1分かかりました。ごめんなさい。はい。で、何て、はい、で、この粒チューブのですね、はい、味を目隠ししながら、うん、全て当てることができれば、今見ていただいている大きな箱、福屋箱と言いまして。えー、かっけー。何その宝箱みたいな。はい、普通の明太子の他に、はい、サーモンの塩辛、え、福川明太、お、イクラの醤油漬け、わー、丹波の黒豆が入っている豪勢な、え、バリ豪華やん。はい、もうおせちみたいなんですね。やばー。これが、全部当てたらいただけるということですか。まあそうですね、よかとさんがいただけるということですね。あ、なるほどね。まあまあ万が一外してしまったら、まあじゃあメガネくんとか。まあそういうことになりますけれども、当てられなかったら食べれないっていうのもなんですので。うん、もう一個実はいただいてるものがあって。え、まだいただいて、こんないただいたのに。はい、なんですか。ホットエンペラー。え、ホットエンペラー。いやマジで、いやマジで、いやマジで、それはそれはバリ辛いやつですよね。そうですね、バリ辛いやつです。ああ、え、ちょっとまあまあいいや、一旦聞きますけど、そのホットエンペラーをいただいて、まあ僕と、まあ、よかとさんがいるわけじゃないですか。はい、はい、よかとさんが全部当てることができましたら、うん、福屋箱かホットエンペラー先に選んでいただいて大丈夫です。もし当てれなかったら、あーですよね。まあよかとさんに食べていただこうかなと。あ、いや、あのホットエンペラーが悪いってこともう全く1ミリもないですよ。多分辛いのがお好きな皆さんはもうとっても喜んでお食べになると思うんですけど、あのよかと辛いのが、あのまあ苦手か苦手じゃないかで言うと、まあちょっと苦手っていうか。でもショック療法みたいなことあるよね。嫌だ嫌だ、辛いのは嫌だ、辛いのは辛いのが美味しく食べれる人が食べるべきだと思うので、よかったやりたくない。どう、分かった。じゃあよかっただけそんなリスクを負ってやるの嫌やけどさ、あのよかったが当てたらメガネくんが食べてよ。まあそうですね、まあ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 、そういうことにしましょう。いいですよ。はい、こう当てたらよかったもあの宝箱ならぬ福屋箱を食べれてラッキーラッキーやし、メガネくんもホットエンペラー食べれてラッキーラッキーやし。なんでラッキーラッキーなんですか。ラッキーラッキーですね。あの、ここで一つ報告なんですけど。なんだよ。メガネ、うん、辛いのダメです。よし、これは当てるしかねえわ。辛
れですよ、もう一回言っときますけど、ホットエンペラーが悪いとかではなくて、あのヨカトとメガネ君は辛いのがちょっと苦手っていうだけのあれなんで、まあ博多っ子のヨカトさんであれば、キキチューブなんてちょいのちょいですもんね。ちょいのちょいですよ。ハードル上げるな。ちょいのちょいですよ。では早速参りましょう。キキチューブ。はい、それではキキチューブ始まりました。まずは1本目。これはですね、まあ最初に食べた時に、まあ僕はまあ一目で分かったので、まあ、すぐ分かるだろうというふうに思いながら、ヨカトさんに食べていただきます。まあ色味もね、まあ分かりやすいんですけど、まあヨカトさん見えてないんですけど、まあこれは分かるでしょう。マジでこれでなんかすごい、本当は明太子じゃないやつ乗せとったりしないですよね。いや、しないです。ホットエペラ乗せてたりはしないです。絶対ね。絶対。大丈夫。あ、明太子だ。明太子の香りがする。明太子の香りしかしねえ。え、分かるかな。いただきます。むず。嘘やろ、むず。おい。おー。はい、というわけで1個目です。今のなんやろ、むず。でもなんかちょっと、ちょっとバタチック。思ったよりむずい。思ったより明太子って明太子なんや。何言っとんでしょう。はい、それでは2本目に行きます。これはね、まあ見た目はね、皆さんもわかるかなと思うんですけれども、まろやかさとかがね、まあうまく伝われば、まあまあこれもですね、ヨカトさんならいけるんじゃないかなと僕は思っています。あ、なんか和的な香りがする。いただきます。うーん、わー、これはわかったわ。本当にわかったのか、巻いてること。はい、それでは3本目です。ここら辺からですね、ちょっと僕本気出しますから。まあ、まずはですね、これを食べていただこう。まずは、最初にこれを食べていただくのが僕の中の作戦なので。まあ、これはね、まあ、最初はわかると思うし、後から悩み始めるようなやつだと僕は思っています。はい、3問目。いただきまーす。あーん。うん。おいしい。でも多分そう。これはそうですよね。これは普通の通常の明太子じゃないですかね。でもすげえ思うのは、明太子ってバリうまいなって思いました。はい、続いて4本目。まあね、一番ね、ここら辺から僕が悩んだ、あ、ここら辺味似てるなっていう風なところがあるんですけど、まずはちょっと香りのいいものどうかな。あ、な、これはもう香りであれやない、これバチっとるよな絶対。いただきます。ん、あ、ん、え、どっち、ごま油、教えてよ。はい、続いて5本目。これがね、多分ね、一番迷うと思います。これはね、すごくソフトな食感で美味しいんですけれども、じゃあこの味かって言われると、ちょっと、ヨカトさんわからないんじゃないかなって僕は思いますけどね。どうかな？普通の香り？いただきます。どういうこと？福屋さん、そういうことですか？そういうこと？そういうこと？だんだんずっと口が明太になってきた。だんだん全部明太になるね、基本的に。まずベースラインが。口消されなくなってきましたね。うん、ちょっとわからんくなってきた。ずっと明太。はい、続いて6本目。これはね、まあ、ゆっくり食べればわかるかな。うん。すごく風味がいいので。わかると僕は思ってるんですが、でも前のがねちょっとね、後にこう伏線に残ってくるようなやつ、どうでしょうか。無味無臭、あ、無味はわからんか。ずっと食っとけわからんくなってきたのかな。いただきます。
いや、わからん。ああ、こっちか。これもう一回食べたい。もう一回とかありますか？ないです。はい、ダメでした。はい、そして最後にこれです。最後だからこれです。ちなみにこの音声は一切ヨカトさんに聞こえておりません。心の声でお届けしております。最後？はい、最後です。当てたい、絶対に。いただきます。これに？いや、ちょっと待って待って待って、マジでわからん。マジでわからん。ちょっと口がずっと明太子やねん。絶対ここかここのどっちかやねん。どうする？ヨカドが当ててほしいと思ってくれとりますか？僕、ガチンコ勝負が好きなので。あー、じゃあ絶対ここに持ってきてるわ。絶対そうだわ。これがこういうことだ、多分。オッケー。決めましたか？はい、決めました。それでは、はい、答えを1番からどうぞ。1番明太バター、2番とろろのやつ、3番マイルド、4番ごま油で、5番和風、6番バジル、7番レギュラーでお願いします。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。テレフォン使っていいですか？なんでいいの？ちょっと一旦テレフォンを、もしくはオーディエンスで、みんな見えてたんでしょ、ここ生放送じゃないから。いや、もうそれでいきます。いきますか。はい、もうわからん、ぶっちゃけ。マジで口がずっと明太子で、はい、差分がわからなくなってきました、後半。じゃあ、発表します。はい。その答えは？はい。やばー、マリキン緊張する。正解でーす。うわー、やった。本当に？本当に？全問正解です。うわー、本当に？うわー、どこで迷いましたか？和風がおらんかったんですよ。あ、なるほどね。この和風のやつってすげえドロッとした食感なんですよ。だけんがよかと、とろろかマイルドやと思って、っていうか和風よかと予想に入れてなくねってなって、和風をさせてもらいました。したら和風の味で決め手があるんかなって思ったら、まさか和風の食感だとはね。で、あとメガネ君に聞いたじゃないですか、よかとに当ててほしいと思ってくれてますかっていう、はい、質問で、いや多分最後に一番ノーマルのレギュラー置いてくるなと思って。うわ、そこ深読みされたな。うわ、いや、やんのかよかった。やんのかよかった。うわー、イエーイ、やったー、正解だー。ちょっとこれ僕割と本気だったんですよ。もう本当に食べた時に、はい、味と食感でちょっと似てるなっていうやつとかをできる限り近くして、で最後にレギュラー食べさせて、ちょっと味をちょっとねごまかそうかなと思ってたのが、こう見事に取られたという。あー、くそ悔しいな。やったね。だけどよかと、メガネくんって本当にバリ優しいんで、なんかある程度動画のこと考えた順番にしてくれるんかなって思ったら、結構ガチで笑いました。結構すぐ分かっちゃうなと思ったんで。ぶっちゃけよかと、結局分からなかったんですけど、はい、レギュラーとマイルドの違いは何やったんですか？実はマイルドは辛さが結構柔らかくしてくれてて。あ、なるほどね、はい、多分辛いのが全然難しいっていう人でも、この食感とか味わえるなっていう。あ、だけんだ。あー、いい作戦で置かれてんな、これ。じゃあ、あとね、なんかね、それぞれ食感がちょっとずつ違うのが面白かったです。とろろとか面白かったよ。とろろはつぶつぶもあるし、シャキシャキ感が残ってる感じもある。いやー、美味しかったわ。正解もしたし、嬉しいわ。よかと、なんだっけ、福屋箱じゃなくてもいいんですよ、別に。福屋箱もらえますよ。福屋箱じゃなくてもいいんですよ、別に。福屋箱もらえますよ。全然選んでいただいていいので、ホットエンペラーかでは、僕がどちらかなんで。当てたことはバリ嬉しいんですよ、本当に。美味しかったし、けどやっぱり普通に当ててつまんねえって思ってしまったんで、よかとはやっぱり
福山子でお願いします。福山子、福山子、よかぞは今から福山子、イエ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 イ。じゃ、約束通りメガネくんにはホットエンペラーを贈呈します。てーんてーんてーてーてー、メガネからご提案が、メガネからご提案があります。なんね、せっかくなんで、うん、やだいや、いやです。福屋さんから、はい、いただいているんですよ。本当にありがとうございます、福屋さん。でそれをよかとさんが食べないっていうのは、いやだ、僕はちょっとどうかなと思うんです。どうかなってないよ。どうかなって思うんです。 How do you do って思うんです。うるさうるさ、なんで今英語に言ったかだけ言ってもらっていいですか。なんで今英語にしたんですか。ノリとテンションじゃあノリとテンションで食べてくださいよ、ホットエンペラー。でもだからせっかくだからですね、よかとさんにも、まあ別に全部とは言わない、食レポなんでも一口だけでいいんで。いやでも確かにそういう風に、あのせっかく福屋さんからいただいたねって言われたらはい、残り全部食べてよ。はい、どうせさ、そんなさ言っときながらさ食べれるっちゃろうからいいの、そこそこ一等そうよ。いやまあ確かに冒頭では辛いのは苦手と伝えましたけれども、舞鶴の近くにあるチーボーの担々麺屋さんの、あ、チーボー、激辛は食べれます。ほう、食べれるよ。いやでもココイチの5辛は食べれないので、まあだから実質、まあ、辛いの苦手なんで。え、食べれるよ。はふざけんなよ。というわけでね、あのよかとさんにもこの後ホットエンペラーを食レポしていただきますということで。うわー